NU-J1939 で適合性テストを簡単に作成。このビデオでは SAE-J1939-8 にコンプライアンストラック&バス規格に沿って ECU の適合性テストを簡単に作成する方法について説明します。その後テストを実行しテストレポートを作成します。CANU コンフィギュレーションの作成。まず新しい J1939 設定を作成し、準備したデータベースに追加し、この設定を保存します。次に CANDB エディターでデータベースを開きます。データベースには指定した ECU が示されています。この例では電子制御ブレーキシステムのコントローラーです。送信リストと受信リストには、ECU が送受信するすべてのパラメータグループがすでに入力されています。適合性テストモジュールの作成。ネットワークノードのショートカットメニューから、J1939XML テストモジュールマネージャーを起動します。XML テストモジュールがまだ作成されていないため、設定ウィザードを使用して、新しい XML テストモジュールを生成します。指定の ECU が事前に選択されています。次に適合性テスト用の XML モジュールの設定を選択し、XML モジュールを生成します。CANU テスト設定への XML テストモジュールの挿入。生成が完了すると、XML テストモジュールの内容が J1939テストモジュールマネージャーによって表示されます。SAE-J1939-8-2 の各表のテストケースがテストグループに分類されています。XML テストモジュールにはテスト範囲の異なる2つのバリアントが用意されています。フルバリアントはすべてのテストケースのすべての組み合わせをテストできます。ファストバリアントは特定のテストケースのすべての組み合わせのサブセットをテストします。J1939XML テストモジュールマネージャーでテストを直接修正することもできます。例えば ECU に外部スティミュレーションを与えるようなテストも追加できます。大幅な修正が必要な場合は、ベクターテストオートメーションエディターが便利です。テストで XML テストモジュールを使用できるように、CANU コンフィギュレーションにテスト環境を作成します。この作業は J1939XML テストモジュールマネージャーでボタンを押せば自動的に処理されます。CANU J1939 への ECU の接続。テストを実施する前に ECU を CANU J1939 に接続します。CAN を介して CANU と通信できるようECU が接続されていることを確認します。テストの実行設定及びテストの実行。CANU J1939 で実バスモードを有効にします。生成した XML テストモジュールがテストセットアップに表示されています。次にテスト実行ダイアログが開きます。このダイアログにはすべてのテストグループとテストケースが表示されます。実行するテストバリアントを選択します。次に測定を開始します。そしてテストを実行します。テストの実行中に各テストケースやテストグループの進行状況やテスト結果を確認できます。詳しい情報はテストオブザーバーに表示されます。テストはいつでも中断・停止でき、繰り返し実行することも可能です。テストレポートの作成。テストが完了すると、CANU はテストレポートを自動的に作成します。
付属のスタイルシートやユーザー独自のスタイルシートを使用して、フォーマットや内容を選択することができます。Canoo J1939 を使用すれば、テストを簡単に作成し実行できることがお分かりいただけたと思います。洗練された機能と操作性を誇るベクターのツールをぜひお試しください。ベクターではこのほか最新のデモやビデオを多数ご用意しています。詳しくはベクターのホームページ、vector.com をご覧ください。